こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。転売でも儲かる専用ボックス。どこで買うのか。リサーチのコツを大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。えー、この動画では、専用ボックスですね。このキーワードで検索していましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。えー、こちらですね。専用ボックスを入れていただきまして、売り切れで完了ですね。押してください。で、まあ、こういったの出てきますね。 で専用ボックスっていろいろありまして、今回ですね、ティッシュ。これをですね、紹介させていただきます。はい。はい、こういったのですね。はい。で、あの、北欧のブランドの生地を使用したハンドメインティッシュカバーですってあったので、ちょっといろいろ調べてみました。はい。で、あの、こういったね、商品をね、実際に国内で売ってるかってことなんですけど、いろいろ検索してみまして、 まあ検査方法なんですけど、まあ、写真からね、あのー、Google の画像検索が出てこないので、まあ、今回ですね、Google の、えー、っと、こっちですね。Google から専用ボックスですね。で、北欧ティッシュ、まあ、入力していただきまして、まあ、こういった感じで出てきました。で、まあ、ティッシュボックスですね。いろいろありまして、見ていって、まあ、検索していただきますと、 ま、似たような商品がやっぱ出てきましたね。はい。で、実際に似ている商品があるってことは売ってますこれは。国内でも売ってるので、まあ、検索してみました。まあ、こちらですね。まあ、ちょっと似て、めちゃくちゃ似てるわけじゃないんですけど、まあ、似てますよね。花柄でこういった風に。似てますね。こちらですね。まあ、ちょっと、ちょっと色違うんですけどね。似てるの。ちょっと検索してみたんですけど、値段がね、高いんですね。やっぱり。 すごい高いです。348円の価値ですね。こちらは安いですよね。まあ、1000円ぐらい違います。なので、この商品は確実に、一言言えることは輸入ですね。完全に輸入品です。で、北欧のブランドで作ってるので、北欧から輸入してはわかんないですけど、まあ、北欧で作った商品は多分中国が輸入しているとか、も考えられるんですね。ちょっとそこまで今回調べていないんですけど、まあ、こちらもね、まあ、どっかのネットショップの方なんで、ここです、ね。 ま、この値段で売ってるので、確実に輸入品ですね。なので、ま、こういった商品ですね。ホコロブランド、ま、結構売れてるみたいなので、まあ、一つ売ることに対して500円ぐらいは利益出ると思うんですよ。なので、これで多分2000円ぐらい利益で出るとは思いますので、ぜひね、興味ある方は輸入ですね。100%輸入品なので、中国から輸入しているのか、ちょっとわからないんですけど、ぜひ、しょ、あ、調べてね、いただければいいかと思います。はい。ぜひね、検索していただけいいかと思います。 はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリキマにのプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それではですね、えー、ゼレンテーマコミュニティですね。興味ある方ぜひお待ちします。メッセージからよろしくお願いします。あとですね、YouTube かしても一切受け付けてません。LINE や登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。 ありがとうございました。